第2回笑ってもいいよ過去動画。イエーイ。パーティーゲーム。こんにちは、ラクです。ラクです。ラクです。こんにちは。こんにちは。第2回笑ってもいいよ過去動画。イエーイ。第1回は。多分初めて見た方もいらっしゃると思いますから、そう、いきなり笑ってもいいよ過去動画っていうあれですね、多分わかんない人が多いかなと思うので本来は笑ってはいけない過去動画、今回は自分たちの動画でも笑ってしまうぐらい自分たちのチャンネルの動画に愛があるのは誰だっていうことを決めたいなと思っておりまして、今回は笑ってもいいよ過去動画ということになります。第2回の動画は2021年4月から6月のね、ロコマコアコチャンネルの過去動画を流していきたいなと思っております。一番笑ってしまった人が今回は勝ちということで、吹き出したら1カウントです。ただし演技っぽく笑っちゃった人は、カウントされません。過去動画を抜粋して流していきますけど、1企画で何回笑っても1ポイントです、マックスね。最終的に一番カウントが少なかった人が罰ゲームとなっておりますね。一番愛がなかったということ、はい、じゃあ含んでいただいて、はいはい、ではいきますよ。過去が双子で良かったことと悪かったことは、はい、じゃあこれね、過去の質問コーナー、はい、笑ってませんね誰もね、はい。これ目隠し生活ですね。吐きました。どうなんですか、演技っぽくなかったですか、大丈夫ですか。めっちゃ方演技っぽかったと思うけど、そうだ、演技っぽかったですね、演技っぽかったです。これノーカウント、ノーカウント。まだゼロポイント。ゼロポイント、愛がないね。愛がないですね。オムライス多めです。まこさん1ポイント、はい、いきます。24時間金銀生活、まこちゃんが負けて銀で煮干しになっちゃった。あっち金かチョコレートね。煮干しステージとかしたの、カウントされてる。ひどい顔、ひどい顔。吹いたのが、はい、アコさんとマコさんね、はい、アコさんあれ吹いてませんね、面白くないってことですか。いや面白いんだよ。じゃあ今マコさん2ポイント、アコさん1ポイント、はい、意外となんかチャンネル愛がなさそうなね、マコさんが終わってますね。本当だね、はい、行きますよ。これロコですね。食べ物は
お米お米変顔顔ですね。あでもいいよね言ってない。これだと。まあわかる。顔が違う。めんどくさがり。めんどくさがり意地悪。こっちまして意地悪。これカットしてんだけど責められてんのみんなに周りに、ひどいみたいな、ひどい、なんでブスとか言ってんのでも私思ってないよって言って泣いてるんですね。じゃあ笑ったのがロコさん、ロコ1、マコ2、マコ1、はい、意外と接戦ですよ。一番に肉が好きだということぐらいご存知ですよね。顔が怖いんですよ。赤みがあっていいですね。ちょっと顔が怖いんですが、まあ、顔芸が多いですね、顔が多かった。言ってわからないんだけど。はい。じゃあ笑っちゃったのがロコさんと、ロコさんか。はい。僕見てるときにセイちゃんも横からパソコン見てて。ロゴちゃんの顔芸のところとマゴちゃんの最後のカーでめっちゃ笑った221はい、あんこさんが一番チャンネル上げるのはどんなにないですね、はい、どうですかこの時期の動画見て。ひどいなんでこんなに顔芸頼みだよ。でもあんこは、あんこはね、そんななってないよね、今あんこの変顔とか出てないよね、あんまり。はい、お母さんヤンキー世界どう、あこちゃんがおかんね。ヤンキーがロコちゃんとマコちゃんだね。あと楽器が多いんですよこの時期。音楽系が多いです。最初やばいでしょ。まだあるぞ。サンボカまあ、だから楽器系ね、音楽系が多いけど、ね、はい、笑った人全員笑ったんじゃないですか。はい、3、2、はい、じゃあ行きますよ。ここ関係ないじゃん。実はこれ笑ってもいいよ過去動画で、笑ってはいけない過去動画を見るぞ。これ黒 vs 透明生活のミニゲームの1個です。ひたすらうんこうんこ叫んで。これはちょっと自信ある。
つのやってたやつですね。はい、あ、ロコちゃんの体、うんこ味ドキリ。うんこネタが多いです。当たった人。はい。はい。絶対に。赤のうんこ入ってたもん、あれは。赤のうんこ臭くないし、赤のうんこも臭いし。ここではカットされてますけど、あの牧場の匂いっていうね、名言が生まれてますからね、本当にね。マジで牧場の匂いだった。4、4、3。はい、4、4、3ですね。はい、無表情生活ですね。あ、怒った。で、特に笑わなかったということね。そう、タイプは。まあ、こうですね。これしかも今日撮影した時言ってましたよ。言ってた言ってた。これでも2年前くらいですからね。今と回答変わってますか？こうロコをまこう。確かに変わってるね。あ、まあありっすよね。もう一回ね、第2回。確かに確かに。ロコをまこうね。じゃあいきますよ。うん、おにぎり大食いです。菌って酸素を吸って二酸化炭素を吐くんだって。豆知識ね。なんでさ。ってやったら酸素を吸って、で二酸化炭素を吐いてるって、うん。そうだよ。高校生、高校生やったし。高校生じゃない。まだじゃん。二酸化炭素、酸素。聞いてたね。ないとダメなんだよ。ほら、知ってるでしょ。高校生と高校生おじさん。一時期流行ったね。高校生ね。高校生と。はい、来ましたよ。マカオコちゃん高校生まだ習ってない。なったね。高校生って何？24時間レッドブルー。なんでなんだもん。マコでしょ。ええ、これマコ。マコだ、マコだ。ここに袋がある。じゃあ逆にさ、これもったいないからさ、もう一回水含んでこっからやれ。みんな笑っちゃったから、みんな1ポイント入れて。こういう爆発力がね、時々あります。そうなんですね。ほら、注文使える。はい、大丈夫です。
ポテト1キロ多めですね。あ、セーフセーフセーフ CM の再現しますね。バカやん、釣られて言っちゃうっていう。めっちゃバカやん。ロコちゃんですね。はい、自分のあ、こうですね。実際は痛くないようにしてる、